姉妹喪失像、姉妹喪失源永元年8月24日は、戦国時代から江戸時代初期にかけての博多商人、茶人、喪失とも表記される。名は重勝、豪は巨首路剣、神谷宗丹、大賀宗旧と、並び、博多の三欠と呼ばれる。武士とキリシタンには、絶対になるななどの威訓17か条が有名。姉妹家の系図には、 藤原北家の血筋を引き、代々藤氏を名乗ったが、次郎衛門重久の代に、姉妹性に改めたとある。また、津島国の宗始の家臣である姉妹氏の一族という説もあるが定かではない。天文八年誕生。神谷宗丹とは、親族関係にあたる。姉妹家は代々博多で酒屋や金融業を営む、傍ら、 寧派の乱で、大内氏が東、シナ海の貿易を独占すると、民や李氏朝鮮とも日朝貿易を行って、巨万の富を築き上げた。重勝の代になると、まず天正元年に、当時の博多を支配していた戦国大名、大友宗林との取引を開始し、大友氏や対島の総氏らの軍資金を調達する、代わりに、宗林から様々な特権を得て、 合唱としての地位を確立してゆく。また、堺の茶人圏合商である戦争役や津田総久、その時点のおじや同室らと婚姻になり、好き者として朝鮮貿易業者として交換し合った。京都大徳寺にて出家し、なお喪失とした。耳川の戦いで、大友氏が没落し、代わって島津氏が台頭してくると、大友氏よりの喪失は、自身の特権が、 島津市に奪われることを危惧して、当時の天下人、織田信長に越見して、その保護を得ようとし、天正十年五月に、同じ博多の豪商、神谷宗丹と共に上落、信長と大見国安土城にて越見した。この際に、保護する代わりとして宗室が所有していた、天下三片月の一つである茶器、奈良柴片月を信長に譲ることが条件とされたと、言われている。また、 信長は諸外国との貿易を前提に喪失を保護しようとしたという。続いて二人は上落すると、本能寺で再び、信長と越見し、そのまま本能寺に宿泊して、本能寺の変に巻き込まれてしまった。その際、喪失は燃える。本能寺から脱出する際に、空海直筆の千字門を、喪端は、信長愛憎の巻田に、円裏木ハを持ち出している。現在、 戦時門は、博多の東長寺に、円浦木ハンズは、京都国立博物館に収められている。信長の死後に台頭した、豊臣秀吉の保護を得て、犠内から博多、さらには、津島に至る交通路を築き上げ、これによって、南蛮、朝鮮などの貿易品の取引を行い映画を、極めた。また、秀吉の九州征伐にも協力している。天下統一後、 秀吉が朝鮮出兵を企むと大切な通商国と戦争するという利害からこれに強行に反対し、秀吉や小西行長と協力して、私や差朝,朝鮮国王と戦争回避を図る折衝を行った。しかしこれは空回りに終わった上、秀吉の派兵後も撤兵を強行に主張したため、ついに秀吉の怒りを買って、撤去を命じられた。後に許された後は、 五部業の石田三成と協力して、日本軍の広報兵隊役を務める一方で、民との和平の裏工作を行い、その後はまた海外貿易により、豪商として莫大な富を蓄積し、諸大名に金を貸し付け、上方では貿易で手に入れた賃品や、茶器などを売り利益を得た。しかし、江戸時代に入ると相丹と同じく家康からは、礼遇された。 慶長5年の関ヶ原の戦い後、筑前博多が、武前国中津より移ってきた。黒田長政の支配下に入ると、喪失は、長政の福岡城の築城のために、金銀や材木、名物茶器の寄進など、その財力において協力している。玄奈元元年8月24日、死去。墓地は、宋福寺図有なお、死の直前。 洋氏の姉妹新基地に対して17箇条の訓戒を送っている。著作に姉妹喪失日記。肖像画は福岡市立博物館所蔵。大正5年15位を追贈された。福岡都市高速後副町で入り口近くに姉妹喪失屋敷跡の石碑がある。また、屋敷の土塀は太平洋戦争における空襲後も残っていたため、 これを保存するため、近くの串田神社境内に移し再現され、博多米として記念碑となっている。田尻左辺、蔵衣所見伝蔵法番上特使蔵衣年表 P41、井上製造、博多郷土市寺天足処防、2000年 P95。ありがとうございます。